俺たちはよ、スーパージュニアが待ってんだよ。これで終わったと思うな。お前らにも言っておいてやるよ。まだまだ始まったばっかりだぜ。俺らこのままベルト持ったままタックリング出てやるよ。お前ら全員俺らに勝ちたいだろう。いいよ、全員かかってこいよ。俺とザックがこれからもこの新日本プロレスの中心になっていくことを忘れんなよ、この野郎。楽しみにしておけ、この野郎。新日本プロレスワールド NOW! よいしょ。テレビ朝日アナウンサーの寺川俊平です。今回は新日本プロレスワールドで全戦配信されますワールドタッグリーグとベストオブザスーパージュニア27について、出場選手の紹介や配信情報をお届けしたいと思います。いよいよ11月15日、すぐじゃないの、1週間切って。早いな、来ましたね、このビッグイベントでございますね。こういった形でなかったら、こんな同時開催なんてのはなかった。史上初めてのこのね、ワールドタッグリーグとベストオブザスーパージュニアの同時開催でございます。もう一日一日楽しくてしょうがないですよね、これね。そんな中でまずワールドタッグリーグの出場チーム、こちらにダダッと並べていきます。棚橋宏、東亜ヘナーレ組ね、なるほどなるほど。あ、ジュースフィンレイ組、こっちがいいですね。あ、矢野さんは石井さんといいですね。ここもね、ちょっと注目で。高木真田か、なるほど、強いな。まあ、イービル真田がね、もう亡くなっている中で高木真田で来るっていう、これはちょっとね、ロスインゴファンからしてみると結構ね、楽しみに、されてる方も多いんじゃないでしょうかね。あと、おグレートオーカーンは、これな、なんすか、 X で発表された。ウィル・オスプレイいないですよね、でもね。だ、普通に、あ、でも別にわざわざウィル・オスプレイがここに入るんだったら X にする必要ない。また新しい人来る。てかさ、じゃあ予想、はい、X 予想いきましょうか。X? よ、予想するんすか。寺川さん的 X 予想お願いします。むずいって。だってここに、まあ、ここに少なくとも名前出てない人ですよね。で、まあ、ウィル・オスプレイって言ったらなんか僕もちょっとやっぱなんかテレビマンとしてちょっと芸が、あ、ふざけてないですよ。いやいやいや、ちょっと待って待って、ないと思ったけど。お願いします。まあいいや、ちょっと出しますね。B プレストリー。ごめんごめんなさい、滑って、いや、わかんないですよ。だって、最近のこのね、介入具合と、その、なんとか実力の部分で言うと、なんかこう、オーカーンと B プレストリー一緒にやったら、結構強そうな感じしないですかね。どう、まあ、ちょっと。さらにベストオブザスーパージュニア27の出場選手もご紹介します。こちらにこれもずらりと並んでいるような感じでございますけれどもね。マスターはと来てますね。デスペラード、高橋ひろむ、田口翔、いや石森泰治、金、これはちょっとブッシュ選手もいるしな。ロビーイーグルス来てるんだ、はあ、同期もいて、いやこれは結構豪華ですね。やっぱりこのジュニアの祭典、これをね、本当に1年で一番楽しみにしてるっていうファンの方のね、話とかたまに聞きますからね。やっぱりジュニアの選手たちも、こっちがワールドタッグリーグに負けるわけにいかないんだという思いでね、より面白い試合を、激しい試合を絶対見せてやるんだという思いを込めて、ここに立ってくると思いますんで、こっちもね、楽しみだなというところでございます。じゃあ、優勝予想お願いします。ここにあるし、ポイントも。めちゃくちゃじゃん、もう今日めっちゃ予想。このなんか、ダメっすよ。ホワイトボードをこうとりあえず絵の変化が欲しいから書かせ、アナウンサーに予想させるって結構むちゃくちゃですからね。そうだな。いや、じゃあこれはもうあれでしょう。
ょっとね、これはもう結構王道です。僕あのすごくこうある意味こう いい意味の異常性に満ちたあの戦いっていうのはもう本当に大好きだし、価値観とかをもっともっとこう頭の中覗いてみたいなと思うことがたくさんありますね。放送席に来ていただいたこともありました。ということで私は優勝予想、ダダン、ど真ん中、高橋宏夢選手。え、ダメですか？いや、あの先日ライガーさんでやったんですけど、はい、同じ答えです。え、そうなんですか？お、じゃあもうライガーさんと一緒です。高橋宏夢選手、やっぱり期待感があります。僕はもう宏夢選手を、まあね、応援はなかなかあのこうすることはできないですけれども、その姿に本当にこう、感動するし、かっこいいなと思うところがたくさんあるので、私は高橋宏夢選手優勝予想でいきたいと思います。でもあの田口選手って加工がすっごく迷いました。そんな、最強タッグの決定戦ワールドタッグリーグとジュニアの祭典ベストオブザスーパージュニア27を新日本プロレスワールドでは全戦ライブ配信いたします。スケジュールがこちらです。ずらりとこっちかな、どっちかな、わかんない、出てます。一気に発表します。11月15日からいきます。15日日曜午後6時愛知開幕戦、16日月曜午後7時石川行きます。18日水曜午後6時30分後楽園ホール、19、20と同じ時間同じ場所後楽園ホール3連戦でございます。後楽園ホールはこれはすごいね、3連戦でどっちもあるんでしょう、ワールドタッグリーグベストオブスーパージュニアも、いやーすごいな。そして22日です。20日から中1日明けます。22日日曜、ここは午後5時で長野。そして移動しまして、北関東に行きます。23日月曜午後6時群馬。そしてそのまま北に行きます。24日火曜午後6時30分福島。25日水曜午後6時30分ちょっと西に移動して新潟。そして戻ってくる中2日あります。28日午後6時、土曜日です。神奈川。さらに29日はまた後楽園ホールに戻ってくると、6時30分からですね、日月と後楽園ホールありまして、そして12月に入ります。12月2日水曜午後6時30分大阪、12月4日金曜午後6時30分あ九州も行きます、大分。そして、5日土曜午後6時30分これ鹿児島です。さらに6日日曜午後6時福岡とあって、11日金曜日本武道館でございます。優勝決定戦が行われる、これあれですよね、ベストオブザスーパージュニアもワールドタッグリーグも武道館で同じに決勝やるってこと、優勝決定戦やるってことですよね。だからどっちがメインになるかはそこまでのこう皆さんの戦いと盛り上がり次第ってことになってくるわけですか。うわこれはだって、まあ、ある意味ね、宏夢選手も昔こう言ってましたけど、ジュニアの選手たちからするとやっぱり武道館のメインでやりたいって思う絶対ありますから、これを、まあ、ある意味ヘビーの一つの祭典ワールドタッグリーグと競う形で戦ってって、最後メインを取りたいって、これジュニアの選手たちの熱い熱い思いとしてあると思うし、で一方でワールドタッグリーグもこのタッグリーグっていう戦いを盛り上げなきゃいけない、ヘビーのこの戦いっていうのをものすごいものだって見せなきゃいけないっていうね、本当にこれすごくポジティブな化学反応が起きて当日まで迎えます。まあどっちがメインになるかそれは分かりませんけれども、いずれにしてもとんでもないそこまでの激しい戦いっていうのを期待できるスケジュール設定となっていることは間違いないと思います。新日本の公式ホームページで対戦カードは発表されているので皆さんチェックしてみてください。今後の新日本プロレスワールドをお楽しみに、 1.4、1.5 までのこの道のりというところをね含めて皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。